ブラジルの国立アーカイブは1838年1月2日に作成されたブラジルのアーカイブファイル管理システムの中心的要素です。1991年1月8日のファイル法により連邦政府のドキュメンタリー遺産を整理し保管し保存しアクセスし開示し国家及び市民に奉仕する。ブラジル国立蔵書のコレクションには 55km の テキスト文書が含まれています。224万枚の写真と、ネガ2万七千イラスト、漫画7万五千の地図と計画、7000枚のディスクと2000枚の磁器オーディオテープ、フィルムロール9万枚、ビデオテープ1万2000枚。また、歴史、アーカイブ、情報科学、行政法、行政に特化した図書館があり、約4万3000冊の図書、 900の新聞、6300の珍しい作品があります。L8159、www.planalto.gov.br.2018 年12月13日閲覧。アーチィーボナシオナルパギーナイニーシアル。 www.arquivo.nacion.gov.br.2018 l br. 年12月13日閲覧。ありがとうございます。